NPO 法人愛知ボランティアセンターのスタッフとボランティアが昨日夜名古屋を出発し七尾市に向かいました。ボランティアは一般から募集された46人で中学生や高校生も見られました。自分たちも何かできることがあったらなと思ってボランティアに参加しようと思いました。ボランティアは今朝、能登島野崎町に入り、家の片付けを希望する6世帯で、瓦礫の撤去などを行っています。能登島に本格的なボランティアが入るのは初めてです。ボランティアは今日中に名古屋に戻る予定で、別のメンバーが明日と17日に能登島で活動する予定です。